えー、旧統一国会問題についていろいろ対策はあると思うのですが消費者契約法では霊感商法も取り消し対象になりますがさらにでで三振党以内の親族知人であっても、えー、本人同意なしに契約解除できて本人はできるようになればと思いいますかかがでしょうか、えっと、一応その、そ成人の場合は自分の判断を覆されないっていうのがあるので,なのでその契約行為をした以上その本人が成人であったとしたら他の人がそれをキャンセルできるってなるとあのそれはそれでその商売がすごく面倒くさくなっちゃうんですよね。 なんか例えばじゃあその僕が車買いたいって言った時にその三親党以内の,その,なんかあの奥さんとかおじいちゃんとか孫とかまでなんかあの僕が車買いたいって言ってるのをなんかあの OK っていうサインの紙を持ってこないと車買えないみたいなことになってしまうんですよ。 なので、あのそこの消費者契約法とかで縛るというよりはむしろ、そのカルト宗教自体が存在できないようにするっていう方が僕は早いんじゃないかなと思うんですよね。要はその契約の仕方をキャンセルできるようにするっていうのじゃなくて、その霊感商法とかあのなんか大金巻き上げて献金みたいなことをする。団体をそもそも違法にした方が早いと思うんですよ。あの暴対法っていうのがあって、あの暴力団っていう。あのヤクザな人たちの組織が何か末端の人でも悪いことをしたらトップを捕まえるよっていう法律があるんですよ。 っていうのがあって、今、その暴力団って、ね、あの、どん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 減ってるんですけど、でむしろ、まあ、ハングル的なのが増えたりするんですけど、っていうのがあるので、その、なんか、団体としてそういう悪いことをしてるんだったら、その団体潰そうぜっていう法律をちゃんと作った方がいいんじゃないかなと、僕は思います。はい